はいどうも、発狂マシンガンのアシです。今回は今後来る新アイテム予想ということでやってまいりました。今日からねシーズン5開幕してるんですけど、正直ね今のとこめちゃくちゃ渋い。もうガチャもねあんまなんかショータイム一応来てるけど渋いし、週間もちょっと渋かったし、泣いてるんですけど、ここで泣いてはいけない。楽しみたいという方向け、まあ僕みたいなね悩えてるけど楽しみたいっていう人にね、まあ、朗報っていうのか、情報を持ってきたので、今回やっていこうかなと思います。ということで最初にチャンネル登録と高評価、本当にお願いします。ということでやっていきましょう。はい、ということで今回何やっていくかというと、まずこちらの画像をご覧ください。こちらシーズン5のやつなんですけど、途中から読むんですけど、これまでドリームチームを支えてきた選手たちや、新たに加わる選手たちを強化できる新しいアイテムが登場と。シーズン5でこれが登場するということでね、今回このアイテムは何なのかっていうのをね、予想をやっていこうかなと。まあ、あくまでも予想なんでね、まあそこだけは気をつけてください。もう楽しむ程度に見てください。まあ、今泣いてる人は特にね外す可能性方が高いと思うんで、ね、逆に皆さん何だと思ってますか、この新しいアイテム。まあ、それもねぜひコメントに書いておいてください。ということで僕の予想やっていくんですけど、もう次はこの画像をご覧ください。こちらツイッターで出てるやつなんですけど、シーズン5ではより個性あるチームビルディングが可能に。で、この目のマークね。これがちょっと怪しいんじゃないかと。これと、新アイテム。これが繋がってるんじゃないかと。チームビルディングとは、メンバー一人一人のスキルや経験を最大限に活かし、目標を達成できるチームを作り上げる取り組み。まあ、ちょっとここから、予想できるの。まず一つ目。ウイレ時代にもあったポジション適性ね。ポジ的あったと思うんですけど、ポジション適性追加ってやつですね。例えばこのビルツに使えば、この準適性、薄いポジションが濃くなる、そういうアイテムですね。まあこれの可能性結構あるんじゃないかなと。まあスキル追加、ウイレ時代もともとあってギフトではなかったんですけど、最近来たし、ポジション適性も復活あるんじゃないかなと。まず一つ目そんな感じで、まあ、二つ目考えるとしたら何やろうな。まあ、最大限って言うとやっぱブースターとか。ブースターのアイテム何あるんやろ。今のとこなんかそれぐらいしか思いつかんのよな。ブースターか、ポジション適正か。そこら辺しか予想はつかないっすね。なんでまあ僕的にはね、今のとこそのどっちかなんじゃないかなと。これ見る限りね。って感じで予想してるんですけど。いや、どうなんやろ。ポジション適正ね、復活したら結構環境壊れると思ってるような。それなぜかというとね、例えばこの神の子メッシ、こちら右サイドハーフと左ウイング薄適正なんですけど、ポジション適正のアイテム来た場合、これが本適正になると、濃くなるという感じで、めちゃくちゃ使う幅増えるんよ。もう環境壊すよこれ。メッシバカ強くなったりするんよね。なんでポジション適正ね、正直やばいと思ってるんやけど、なんか来る可能性高そうやねんなって感じで、いや僕は正直来てほしくない。ポジション適正は来たら来たで、正直いろんなやってみたんよ。例えばこのベリンガム、めちゃくちゃ適正あるよな。サイドハーフどっちもできるようになったり、 ST ベリンガムやばそうじゃない。これ決定力しっかりあるし、キック力もあったりするんで、これ ST で使えるの正直やばいと思うし、めちゃくちゃ幅広がると思う。その分ね、なんか週刊 FP がかわいそうじゃない、まあ、このフォーデンとかね、まあ、適正追加されてたと思うけど、まあ、せっかくの週刊 FP の良さがちょっと薄れちゃうんじゃないかなと思ってるよね。ポジション適正可能性高そうやねんな。まあ、スキル追加も復活したし、ポジション適正の復活もあるんじゃないかな。で、もしブースターやったら何が来るんやろ。アイテムやからね。何があるやろ。アイテムやから、なんかドリブルプラス1とか。まあ、例えば、ドリブルプラス1っていうブースターのアイテムがあって、まあ好きな選手につけれるとかね。だからまあここに2つ目が出てくるみたいな。そんなめちゃくちゃ強いやつをつけれるってわけではないと思うんやけど、ドリブルプラス1できるよみたいな。それぐらいなんじゃない？ブースターあるとしても。こう同じブースターをね、2個つけれるとかなったらさすがにやばいから、まあ1つの能力を。まあ上げれるとかなんかなと思ってるけど、まあ、ブースターならそれぐらいじゃない。まあでも新しいアイテム来るっていうのは楽しみよね。まあ、もっと違うアイテムかもしれんしね。もう全く予想できない。やばいアイテムとか。まあ何来るかわからんけど。とりあえず新しいアイテムがシーズン5のうちに来ますね。というか、ここからちょっと妄想を広げていくんですけど、もしポジション適正のアイテムが来た場合、どの選手につけたいか、どの選手につけたらやばくなるか。
見ていくんですけど、まあ、ビルツ、ベリンガム、まあ、さっき言った通り正直めちゃくちゃやばそうで、まあこのデヨングも一応 OMF できるようになったりするのが、それもでかいよ。で、まああとザカリア、センターバックザカリア結構やばそうじゃない？めちゃくちゃ強そうやねんな。まあアラウホ、DMF とか左サイドバックできるようになったり、まあ、このブリッツサラーも OMF と CF できるようになったりするような、やばくない？マジでポジション適正マジでやばいよな。で、まああとメッシもやばいし、まあネイマールも一応 CF で使えるようになったり、ムバッペさん、こちら STOMF などもできるようになる。せっかくあのね週刊 FP で STOMF できるやついたのに、これポジション適正来たらかわいそうやな。せっかくあの週刊当てた人からしたらかわいそう。で、まああとこのロナウジーニョも結構できるとかあるし、マジで言い出したらキリないな。レオンだって STOMF できるようになるやろ。やばくない？マジで。いやこれあかんな。よくよく考えるとポジション適正マジであかんくない？キエダ CF とか、ブリッツソンフンミ OMF と右サイドハーフできるようになったり、このムシアラも結構増えたり、最近来たこのウリヘーネス、これめちゃくちゃいいな。めちゃくちゃできるようになるね。で、まああとはこのナンバー10のマラドーナも救えちゃうよと。CF できるようになったら無印になるんで救えるよと。え、カカもめっちゃいいやん。カカやばくない？これこれやばいわ。カカサイドで使えんのめちゃくちゃやばいわ、よくよく考えたら。って感じで、もうめちゃくちゃやりたい選手いますね。うん、ポジション適正正直使ってみたさあるけど、マジでやばいと思う。いいフットボール終わります。もうそれぐらいのレベルでポジション適正のアイテムやばいっすね。って感じで、もうさすがにこやんのじゃないかな。コナミさんもね考えれると思う。このポジション適正のアイテム出したらやばいことになるっていうので、まあそこまで期待してはないっすね。出したらマジでやばいと思うわ。これ無課金の人とかなんかもっとかわいそうになっちゃうし、週刊 FP でねなんかポジション適正変わってせっかく当てたのにっていう人も多いと思うからね、さすがにないんじゃないかなと思ってるけど、来たらマジでやばいです。まあ今日の動画はこんな感じかな。一応来る可能性あるから、ね、楽しみに待ちつつ、そんな期待はしない方がいいのかなって感じですね。ということで、皆さんが追加してほしいと思うアイテムあったらね、ぜひコメント欄に書いていってください。あ、で最後に俺もう一つ予想あったんや。調子上げるアイテムね、これ一番ありそう。正直これ一番ありそうなんで、最後にこれだけ言っていきます。まあ、これやったらね、無課金の人も嬉しいと思うからね。P 固定じゃない選手も、まあ、試合前に不調やけど、まあ、1個あげれるとか、そういうアイテムやったら、まあ、みんな嬉しいんじゃないかなって感じなんで、まあ、それぐらいにしてほしいね。って感じで、ご視聴いただき、ありがとうございました。今日はチャンネル登録、高評価、コメント、お願いします。